ネオスポラはアピコンプレックスモンに属する寄生性原生生物。宿主組織中にシストを形成するコクシジウムの一つで家畜にネオスポラ症を引き起こす。分類学上はネオスポラ属とする。生活感はトキソプラズマとよく似ているが、顕著な違いはネオスポラは犬や子用手の身で優性生殖を行うことで、これに対しトキソプラズマは 猫か動物でのみ、有性生殖を行う。無性生殖は、潜在的には、幅広い哺乳類や鳥類で行えると思われる。したがって、犬属が収縮種、その他の動物は中間宿種である。宿種の細胞に侵入すると寄生体法を作って、その内部で内生に分裂を行い増殖する。原虫の増殖に伴い寄生体法は肥大化していき、 宿主細胞が破裂すると、再び原虫が周囲の細胞に侵入することを繰り返す。この時期の原虫のことを急増中体と呼ぶ。急増中体は通常は宿主の免疫系の作用によって排除されていくが、免疫系の作用が及びにくい筋肉や脳ではシストを作ってその中で緩やかに増殖を続ける。シスト中の原虫を肝臓中体と呼ぶ。 以上が無症生殖期であり、アピコンプレックスもに一般でいうメロンゴニーに相当する。収縮種に感染した場合には、腸の粘膜上皮細胞の中で有性生殖を行い、オーシストを生じると考えられている。オーシストは未成熟なままで、糞便内に排出され、外界でスポロシストとスポロゾイトが無症的に生じる。トキソプラズマとよく似ている。 以下の形態は、NK 9ムについて述べるが、N ヒュージーも、ほぼ同様である。アピコンプレックスモンの、内申告シジウム目肉放射中華にところ属する。これまでに2種が知られている。犬を収縮種とするネオスポラと、猫科を収縮種とするトキソプラズマは、非常に禁煙であり、食肉目の中で犬科と猫科が分岐した時期以降に、 ネオスポラが成立したと考えられる。分岐の年代は研究者によって意見が分かれるが、最近の研究では2800万年前と推定されている。ネオスペラ系内部のゲノム解読が行われており、14本の染色体に計6 1 m b p 7 2 2 7遺伝子が行動されている。1925年に、 犬からイソスポラ型のオーシストが検出されており、これと同様のものは1976年以降、アイソスペラヘイドルニ、ハンモンジアヘイドルニなどと名付けられ、現在はヘイドルニャヘイドルニと呼ばれている。一方、1984年ノルウェーで犬の脊髄脳炎の病原体として発見された、県中に、1988年にネオスペラ、ケーナインムと命名された。この2種は、 形態的に非常によく似ており、当然同一種ではないかという議論が長く続いた。1999年以降、遺伝子情報で明確に区別がつけられるようになったが、それでも同一種の株による差に過ぎないのではという意見が多い、聞いた。ABCD グッズワンへ通る A レビューオブザインフェクションジェネティクスアンドエボリューションオブネオスペラ K9 ム インフェクト、ジュネ、e ボリューム e 1 3 133から150、ドイ、10.1016、J メジド、2012.08、012、ルービーへ通る、リディスクリプションオブネオスペラケナインムイッツ、リフェレンシエーションフロムリレーテッドコキシディア。INT、J パラシトール、32、929、946、ドイ、10.1016、 s0020 から7億5190万94からに、オグデンベイトール、モレキュラーファイロジェネティックアニリゼズオブテッシュコキシディア、ベースド、オンニュークリア 18S、ドナーミトコンドリアルコイシーケンシーズコンファームズザ、パラフリーオブザジーナスハンモンジア。パラシトロジーオープンに、e、E2、ドイ 10.、10.1017、パーン、2015.7。ありがとうございます。